お疲れ様です。ラットです。今日ですね、こちらのバレバレ告知をやっていきたいと思います。さあ、というわけでね、久々にバレバレやっていくんですけど、まあ現環境がね、このバレバレが使われてるかなというわけで、ゴルナイでやっていきます。で、まあゴルナイ持ってない方はバルキリーですね。まあナイトでもいいと思います。で、正直バレバレってほんと中身いじりまくれるんですよ。そのインフェがね、テスラがいいとか、ボムタワーがいいとか、スケルトン部隊がスケがいいとか、ほんといろいろあるんですけど、まあ他のね、こういう方もあります。デリバリーになってるとか、プリンセスがいません。まあこれはね、僕がただただ大好きな方なので、まあぜひね、こっちも使ってほしいかなと思います。まあ今日はね、環境のこっちでやっていきます。さあ、レッツゴー。さあ、というわけでね、まあ超ウッド枯渇ですね。まあスケバレ、バレル、フキアプリン、スケブで、まあゴルナイのダッシュとかも意外と強いので、まあどっかでダメージ入ればいいよねと。で、基本的な立ち回りはほんとスケバレかな、第一は。飛ばし毒、ほぼ飛ばし毒だと思います。さあ、クロスはめんどくさいですね。で、基本的に、ほんとスケバレとバレルを飛ばしておけば、まあなんとかなるんですけど、こう、高回転のクロスボウとか、高回転のホグデッキとか、まあ高回転ウッドデッキですね、が、もし相手だった場合に、その僕のこのダメージって、ウッドコロン、ダメージ通んないんですよ。だんだん。てか、ほぼ通んなくなるんですよね。まあそういった相手に、じゃあどうやってダメージ、差で勝つのかってなった時に、あ、これやばい。やばい、待って、やばい、危ない、やばい。喋ってばっかで。どうやって勝つのってなった時に、あれですね、端前プリンをね、しなきゃいけないですね。いや、めっちゃいいファイボ。危ない、ゴルナイナイス。そうですね、これとかも端前プリンでダメージを稼いでいきます。スケバレもテスラ、バレルもウッドで、じゃあダメージ入んないじゃん。で、端前プリンで崩します。まあ、あとは、ゴルナイのダッシュだったりとかあると思うんですけど、こうしていくとこういうのでどんどんサイクルずれてきますからね。これ大事になってきますね。あとゴルナイでも刺さりそうっすよね、クロスには。さっきのクロスの処理もだし、いやー、こういうの読みで出しちゃいたいみたいになりますけど、まあ一旦ね。でもウッド使ったら使ったでスケブとかも強いですしね。さあ、ゴルナイ相手のソラーグなんだろうね、アーチャーなのか圧着になるか。さあ、圧着いきましたね。これも走り毒じゃないこれ。これ、よいしょ。あ、走んねえのか。なんだよね。さあ、いやー、これちょっとめんどくさいな。これちょっとめんどくさいよね。ファイボか？やめてー。で、ウッド使われる。まあ、ここはウッドで耐えれそうだけどな。だいたいウッド使ったんで、ここバレると、あとプリンでね、スケとかも出てくる。プリン手前、あー、でかい。さあ、これ、あとは、インフェもいっちゃいます。チキッ、ういー、ビンゴですね。オッケー。まあ、これはね、相手からしたら、絶対、クロス置きたいタイミングなんでね。このスケバレ、ちょっと、右端から出せばよかったですね。さあ、で、あとは、まあ、バレル、ほんと、飛ばし毒ぐらいだと思いますね。飛ばし毒ってことでもないですけど、まあ、飛ばして、ウッド使わしたら、まあ僕のこのプリンとか、いろいろ形がね、だんだん組めてきますね。なんかね、意外とこのウッド枯渇策が多すぎて、マジで、ほんとなんとかなるもんなんですよね。さあ、これゴルナイが事故ってくれる。よいしょ。さあ、ボーイクロスはね、嫌ですけどね。あれ、待って、なんかウッドがなんか落ちてんな。転がってんな。さあ、で、スケバレとかもね、マジ飛ばしまくって、回転がね、意外とこう全部ほぼ3コスで回るんで、結構早いんですよね、サイクルが。さあ、ゴルナイ出して、で、また飛ばして、で、ファイブウッドとかやっぱこう吹き矢とバレルとかにね使うと、このゴルナイプラスの吹き矢の形とかも結構強かったりします。まあ相手走らせ警戒してますね。ウッド使いましたね。さあ、なんかこれ意外とね、僕のが相性きつそうに見えるんですけど、てかまあきついとは思うんですけど、意外と戦えるもんなんですよね。よいしょ。さあ、ちょっとヤンキーぐらいの攻めをね、ヤンキーすぎたかもしれないけど、一生攻めとけば、相手からしたらもう受けるのできついよねっていう。よいしょ。さあ、ファイボー。で、ここはウッド使うか、端回チェクイとかしたいと思うんで、走らせながらね、嫌がらせして、スケバレも飛ばすと。なんならこのね、スケブとか行ってもいいですけどね。相手ウッド使いたいよ。さあ、ウッド使った。ファイブ使ってくる。もうレッツゴーっすね。レッツゴー。生き毒。
さあ、吹き矢もスケバレも全部を止めるのは難しいですよと。というわけで、まあ、ホグとかも多分意外と勝てるもんですね。まあ、ゴルナイもでかいですけど、まあ、ナイトでもバルキリーでも全然戦えると思いますね。まあなんかこのデッキも本当でもデッキの完成度はね高いっすね。なんかもうこの仕組みが強いんですよね結局。やっぱスケバレとかも無視すると本当めちゃくちゃでかいダメージになりますし、このスケブとかもうわスケブってなんか出されるとやっぱ嫌じゃないですか。さあ今回ザップ持ってますけど、ねスケブ来ると思って警戒してたらさ、スケブ全然出てこんでと思ってね、ちょっとザップ構えるのやめたら、うわスケブ出てくるんかいとか思ってね、急いでザップってももう間に合わんしみたいなこともね、もうよくありますけど、この、まあ、スケブで受けるのかインフェで受けるのかゴルナインで受けるのかみたいな、こういうところもちょっとね強いですよね。さあ枯渇なのか相手は。よいしょ、ゴルナイン走らせてもいいけどいいか。インドコウモリゴブリンバレルでしたね。さあいやこれ打たない方がいいな、なんか打たない方がいい気がしたな。まあもうこれザップ回ってないっすよね多分。いやーいい手前だ。いや回ってましたねごめんなさい。まあなんか枯渇なんすけどちょっと違いますね。今バルキリーっすね。コウモリもいる。まあスケバレでバルキリーですか。はいはい。でバレル行くと、まあ、コウモリだと思うんでバレルからのプリンとかもやりたいんですけど、いや、メガナイトとかもいそうなんですよね。いや、どうなんだろうな。いや、怖っ。めっちゃ攻めたくなるんですけど。ああ、もうこれ一旦待っていいですね。で、ここギャングで対応してきます。なんで、手前でね。はい。いや、いいですね。ああ、ゴルナイト走らせてもよかったですね。いや、これ、いるか？いらない気もしたな。なんかね、なくてもよかった感があったんですけど、まあいいや。さあ、一旦これは、このプリン対応してきたのを、またプリンとかで回収して、美味しい流れっすよね。よしさ、スケバレ飛ばしてと。なんか、同じようなデッキなんだけど、ちょっとだけ違うっすね。マジで。ちょっとだけ、本当に。こう走らせてバレル飛ばして、メガナイトとか、ないのかな、これ。ああ、あるっすよね。そりゃそうだ。さすがにやる。さあ、インフェ置いて、焼きましょう。彼を。で、これ、ワンチャンザップとかもね、あるんで、ちょっと、ユニットで許容でいいっすね。よいしょ。さあ、インフェにね、焦がしてもらって、あとは範囲でなんとかなるよねっていうので、あ、なんかマジで、デッキパワーですね。オッケー。さあ、バレルとかも飛ばしてね。まあ、両サイゼムとかでもいいと思うんですけど、よいしょ。さあ、ここがゴールナイト。で、相手はね、今回ザップだけなので、まあ僕のこの吹き矢プリンをね、無双しますよと。さあ、200です。まあ残り200、削るのがまあないのが、まあ言ったらこのデッキの弱点っちゃ弱点なんですけども、まあ、意外とゴルネのね、ああ、諦めましたね。さあ、ダッシュとか、端前プリンとか、まあそれこそ本当ウッド枯渇枠多いので、端前吹き矢もですし、まあそういったところでなんかちまちましとくとなんとかなりますね。まあ、地味に防衛も硬いですからね、相手のダメージも刺さりにくいと思いますね。さあよろしく。でね、一つコツというか、スケバレとバレルを両方同時に投げない方がいいです、これ。まあ、投げた方がいい場面もありますけど、序盤は、スケバレバレル、まじ交互に投げまくった方がいいです。一緒に投げると、なんかユニットとウッドとかで、施設プラスのウッドとかで結構ね、やばい、これやばい。すごい説明がむずいんですけど、簡単に処理されちゃうというか、なんかいい感じになんないんですよね。いや、マジ説明むずいんですけど、まあ、とりあえず分けた方がいいです。それだけちょっと言っときます。あ、これ吹き矢結構入るな。あっちいいな。いや、結構入るな。いやー、あっちいいよ。トレン使った、これ、タルババっすね。てか、なんか、めっちゃダメージ受けちもったな。ゴルナイの受けミスったな。さあ、まあ、タルババ。さっき外にしたんで、今回、内にします。で、タルババ持ちには、ゴブリンバレルは横のどっちか。で、ウッド持ちには、ゴブリンバレルは前と後ろのどっちかに、飛ばすと、ダメージ結構稼ぎやすいんでね。これ、覚えておくといいっすよ。さあ、で、ベビードラでしたね。まあ、エレジェイか？
まあ、入れ試合か、まあ、ゴレーか、まあ、遅延スキラかとか、そんぐらいだと思うんですけど、まあ、さすがに大型っぽいな。インフェ出してもいいけど、まあ、出す必要もねえか。さあ、これは相手、ライトニングとか多分打ちたいと思うんで。残れ。うん。墓石ボンバ。いやー、これ、ウッド落ちてえな。いやー、もうちょいウッド早ければ、吹き矢がもうチクチクできたかもしれないですね。さあ、ここはね、一旦防衛からいきますか。で、ゴルナイやばいっすからね。結局、マジで。ゴルナイダッシュゲーされるんで、僕。それだけね、気ぃつけていきたいですね。で、ちょっとインフィと動きながら、まあ、ライティング打たれるけど、さすがに突破されない気がするんだよな。どうなんだろう。これやばいかな。うい、怖いね。怖いね。このベビードラ怖い。で、これ、ボンバー使ってくれたら、ここでいいか。エリシャいな。地味厄介っすよね。さあ、プリンウッドで剥がして、これまあ、ライト打たれたら打たれたで。で、端前警戒だけして、まあ、トルネゴルナイされない限り大丈夫っすよね。さあ、右側。いやー、強い。なんならこれ左も結構プレッシャー狙えるくない？まあ、相手がウッドないのが救いではあるっすね。で、墓石でね、受けたいでしょ？これ、いやー、スケブで延命すればよかった。いやー、甘えてますね、僕、こういうの。こういうところでね、しっかり延命すると、やっぱ相手からして嫌ですからね。そう。トルネでキング起動してくると。で、しっかり飛ばしながら、墓石か？はいはいはい。もうウッドでね、ガチ暇ウッドしてる。で、プリンがだんだん溜まってきますね。で、このプリンとか吹き矢は、やっぱこれ右サイドね。あれが嫌なんだね。右サイドっていうか、左サイドか、ライトリング削りが嫌なんだね。これ延命できるんじゃね？いや、だんだん溜まってきた。さあ、どん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 溜まってきたよ。ゴルナイ走ればなんかさ、竹変わらんたまたま。おーぐおーぐ。そうそうそう、ゴルナイが、いい味出してる。なんなら延命できそう。いや、これいいっすよ。からの？行かれたとしても、まあ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 、この後耐えてあげて、吹き矢出して、まあ、ここ走らんでいいか。さ、ウッドあと3周ぐらいですね。いや、でも相手にさ、このゴルナイとか入れたらやっぱ怖くなるっすね。ゴルナイ入れだけで、ちょっとやべえんじゃねえかってなるっすもんね。よいしょ。さあ、オーケー。さあ、ウッドがないので、ウッド？タルボボか？おい、刺さっていくと。さあ、グッドゲームですね。まあ、インフェがやっぱ強いですよね、レジェンドとかにはね。さあ、よろしくね。インフェあるだけでマジで、基本的に何でも盾溶かせるっすからね。しかも相手がハイボとかポイズンだったらもう突破できないっていうので。おい、枯渇多いね。もう俺も枯渇だし、相手も枯渇だ、さっきから。さあ、これはゴルネ走りたいけど、走ったところで、絶対ナイトとかバルキリーとかを持ってんすよ、当たり前に。そう、だから走る必要がないですね。いや、走ります。いや、アウトローはさすがに走るな。アウプリでしたね。まあ、今のこれ、硬い系だったらやっぱ走り損なんでね。いや、それなんか、鬼の許容精神でいこう。さあ、ウッドはなんかね、違うところに使いたいっすよね。まあ、あれか、でも。相手のゴブリンバレルは、まあまあまあ。ゴブリンバレルはスケルトン部隊で守れそうっすね。そう、アウプリ枯渇だ。いやー、いい受けでか？まあまあまあ。よいしょ。さあ、ケツゴル。ワンチャンロケット打っていきそうだ。打ってきたら端前吹き上がりで稼ぎたいね。ケツプリ合わせてくんのかな？これでもさ、受けるカードないっすよね。どうやって受けるんだろう。アウトロ出しても飛ぶっすもんね。いや、そうっすよね。でかいでかいでかい。さあ、スケバレ飛ばして、飛ばしとくみたいな気がするもん。さあ、延命してあげようと。ウッド使ってきそうっすね。で、この吹き矢も行かれる、いいウッドですね、相手の。で、縦線があるっすね、次。
どうしようかな。バレルプリンで大ダメージちょっと狙ってもいい気がすんな。よ、いい。なんならいい。なんならいい。相手のプリン、あー、まあ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 、相手のプリンやりたいんでかいな。で、最後の最後とか、今とかにね、8枚ゴルネ出してダメージ稼ぐとかでもいい気がします。ウッドの使い方がちょっとむずいっすね。あと今回の相手にはインフェはまあ、あんま出したくないっすね。あ、これこれこれ、これ作れ？タワーまでいかんかな。あー、タワーまでいかないと。で、これスケブちょっと出したいっすからね。早めに飛ばしちゃおう。いやー、これちょっと怖かったんで、カバー入れます。で、ちょっと高めにプリンとか出しながらね。いや、これ俺の方がやられるのか。ちま？おい。いやー、最後ロケ削りされますね。なんか怖くなってきたな。いや、美味しくね？いや、マジででけえ。救われた。なんなら。ガチで。危ない危ない。この、おかっぱ頭のボイクも気をつけない。これ、さすがに高めにプリンス出して。はい。さあ、ロケ削り来ましたね。ロケ削り来たらもう、こっちのもんよね。おら。相手コストがね。コストが苦しくなってきたよ。やって、最後、今俺プリン残ると思った。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。あの、相手も残ると思ってる。しかも前と後ろが違う。お互いバカ下ってる。でかい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 。マジでかいでかい。マジでかい。本当にマジでかい。え、見してあげて。いや、相手のプリン、ちょっとうまいな。これ走れるんじゃない？君。左に。いや、なんかゴルナイ、ズルだな。ごめんね。で、これはね、攻めウッドしたいっすね。縦線が来るかもしれないんで。まあでも、負け筋っすね。別に今それしなくてもまあ、なんとかなりそうなんで。で、タゲ取って、こっちですね。いや、いい。急に良くなった。さあ。で、走らしたいよ。高めにニットも出したいと。でもね、バレルの対応もしないで。オーケーさあ。まあ、スケルトン部隊いい味出してましたね。バレル受けもなりますし、ブリンスも受けれますし、相手はね、スケルトン部隊でやばい、守ってくると思ったら攻めるって打たないとやっぱ突破できないので。でも、バレルボーイにもウッド使わないといけないんでね。このスケルトンがやっぱいい味出すんですよね。これが鬱陶しいんですよ、使われるとね。よろしく。なんで、まあ基本的に本当にスケバレ飛ばしてユニットかなんかでね防衛させて、それを吹き矢とかプリンで回収してまたバレル飛ばしてをこう無限ループできるといいですね。で、相手が今ウッドなくて大ダメージ狙えるっていうか、ダメージ稼がないといけないとか、今しかねえだろとか、今どうしても攻めたいなって思うのがあればスケバレバレルやればいいんですけど、基本的にスケバレバレルはね単品でいいですね。まあでも一回やってみるのも面白いですけどね。やってみるか。これなんか施設プラスのウッドとかでやっぱ簡単に抑えられちゃうんですよね。こう、そうそうそう、なんか相手がお得になっちゃうっていう。バルキリーとかだったらね、もうバルキリーと1コスだけとかで抑えられたりとか。やっぱ、いやでも700入っとるやないか。いや相手スケープ出して何も出してこんの。強要したのに何も出してこねえ。ラッキーすぎ。うん、スケブスケドラ、いや、ゴレちゃんゴレちゃんっぽいっすね。とてもゴレっぽい。ゴレくんならさ、もう、おー、全然ペッカでした。ペッカスケアミ？本当に？これ本当ですか？あれ、スケート部隊言いたいよね。おー、なるほどね。これでももう一発、いや、ゴレね、頑張れるな。フリーザあんのか。うーい、怖い。え、なんか、勝てそうじゃね？スケバレバレルはね、あんまはやんないっすね、僕は。これとこう、なんか、マジで1コスとかで。いや、刺さってんな。いや、待って、なんでだよ、俺の言ってることなんか、嘘意味でなんじゃん。ね。いや、ほんとは、なんか、美味しく防衛されちゃうっていうのがあるんですよ。いや、ウッドが、やばいやばい。いや、でも、いや、強い。いや、スケブ強っ。いや、買った臭いっすね。で、相手のデッキがすんごい。ペッカエリジャイだ。ペッカエリジャイ余裕っすね。さすがに。で、ウッドゲーもないと。トルネか？あー、トルネでしたね、さっき。どうしたかな？あ、横で。うお！
YouTuber だな絶対。あ、 YouTube マーティンって書いてるわ、うん、いやもうボコ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 。いやこれさ、でも俺こっから追い上げられる可能性あるよね。エレイジャーいるんだよ。まあでもここで強みがね、インフェですよね。まあ、インフェじゃなかったらちょっとやばいかったかもしんないですけど、インフェはさすがに突破されないっすね。うん、よいしょ。でまたこのゴルナイも強いですからね。結局マチャクリちょっとやばい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 けど、まあ、もし落ちたとしても左側をブッパとかで、まあ、面白くもねえか、こんな。なんだ？なんかすごいできましたね。はい。おー、GG でございます。あざす。いやー、マジ、餌ですね。ラッキー勝利だ。インフェが強い。さあ、というわけで、まあ、インフェ、スケハミ、まあ、あと陸系、別にナイトでもゴルナイでもバルキーでも何でもいいんですけど、まあ、そこがあったらね、何でも大抵守れるんですよ。で、まあ、スケバレバレルあれば何でも守れるでしょっていうので、よいしょ、さあ、拾っていきます。まあ、これ12ショックかかってるんでね、しっかり集中して、使っていきたいですね。そう、ディガーですね。ディガー、ちょっとコウモリとか来るとやばいですね。来ないでくださいね。さあ、ディガー迫撃か。迫撃だったら結構ファイブウッドとか、そういう組み合わせが多いので、まあ、やや厄介になってはくるんですよね。うん。さあ、ディガーポイズンなのか。まあ、ちょっと痛いけど。ポイズン、ん？迫撃ディガーポイか。あー、これウッドの方と雪玉の方がありますね。でコウモリなのかみたいな、そんな感じな気がするんですけど、ウッドだったら終わりっす。 いや終わった。きついんですけど、まあ、きついとか知らないんですよね。勝てよって話なんですよ。いやー、これやばい、やっちゃったな。いやでも、まあまあまあ、意外だったらこのディガーむしろちょっと痛いけど、あー、これウッドで吹き合い目すればよかったですね。あー、ノー、やばい。さあ、ちょっとやばいですけど、あと迫撃の受けがね、やや大変にはなってきそうですけど、まあまあまあ。いや、そうっすよね。絶対警戒してくるっすもんね。うん。あとは、これ、どうしようかな。デリバリーか。ゴルナイから受けてくんねえよ、もう。まあまあまあ。まあまあまあ、痛いね。一発ね。一発だけよ。一発だけよ。いやー、迫撃の受けがきついよ。迫撃の受けがしんどいよ。いや、でも、吹き矢が入ってる一発。さすけばやっぱインフェ、あとゴルナイっすね。雑にされたらちょっと良くないですね。で、ゴルナイでも受けに使いたいですね、ディガーの。いやー、いいですね。手前が効いてる。あと、ハシマイプリンも俺出していきたいな、正直。で、あと、スケバレはマジ飛ばし毒なんで、これ拾いたいですね。いや、裏なのか。裏か。さあ、バレルも飛ばして。いや、回ってないよ。いや、いい。サイクルがいい。サイクル熱いね。で、ゴルナこれ走らして、チョイウザのね。あちゃく、これなん、あ、デリバリーか。いや、これポイズン当たる位置かも。やばい。この位置ちょっと甘えたかも。これでもウッド回んないんじゃね？その攻めたらさ、相手攻めたらさ、やってるよね？やってるよね？いや、攻めたらさ、やってるんすよ。やってる。あつ、走らして、走らないけどね。ここはちょっかい出して、この位置の吹き矢うざいよ、プリンも。いや、デリじゃね。プリン残るっすからね。で、回転で吹き矢がちょこんとして楽ダメ？ウッド？いや、これウッド奥にしておけばよかったな。ウッドのダメージ、ウッドのダメージ、ウッドのダメージ、ウッドのダメージ。ちょっと足りません。ちょっと足りません。ちょっと足んない。怖え。マジで怖い。あちゃくい。あちゃくい。耐えのあちゃくい。耐えのあちゃくい。いや、マジで勝てるよ。マジで勝てる。ウッド何周？ 5 周ぐらい回す？ウッド5周。前。当てる。オッケー。はい、手前。これね、ウッド持ちね、マジでゴブリンバレル、手前行く人にやると、ぶっ刺さるんだね。さあ、ナイス。というわけでね、いやー、これ、最後の勝てたら、マジ熱いっすよ。ウッドデリポイズンなんで、だってディガポイズされるだけできつかったんだね。さあ、というわけでね、いやー、美味しいですね。普通にゴールドもらえると、もうすぐマジでフルカーンできますね。ほんとあと2、3枚レベルだと思うんで、僕、感想まで全部。さあ、来ました、ナイス。
はい、というわけで今日はねバレバレ枯渇やったんですけど、まあこれマジで強いですし結構使いやすいと思うんですよ。はい、出来場もあると思うので皆さんぜひ使ってみてください。よければねチャンネル高評価の方もよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。